偏差値43から70まで上げた早稲田商学部に受かった一日の勉強スケジュールについて話します。僕が思うスケジュールで一番重要なことをちょっと伝えたいなと思います。どうも、こちらボンの先生です。さあ、今回は偏差値43から70まで上げた早稲田商学部に受かった一日の勉強スケジュールについて話します。僕自身も東大医学部なんで早稲田とは関係ないんですよ。今回僕ではなくて金井さんが話します。金井です。そうなんですよ。で、金井、ちなみに早稲田商学部、ちなみに E 判定から受かったって聞いたんですけれども、どういうことを一番意識してたんですか？まあ、ルーティン化ですね。ルーティン化、まあそのスケジュールを立てる上でってことですか？そうです。はあ、それで今回じゃあもっと具体的にどんな話聞かせてくれますか？まあざっくり3つ、伸びたスケジュールと伸びなかったスケジュールの違い聞きたい。で、あとはなぜじゃあスケジュールが改善されたのかっていうことと、あとは、僕が思うスケジュールで一番重要なことをちょっと伝えたいなと思います。なるほど。じゃあ今回もスケジュールについても余すことなく伝えて全部、はい、すごい。じゃあ本当に最後までぜひねお楽しみください。それではいきましょう。レッツゴー。はい、ということで、早速に話していきたいんだけど、その前にさくっと自己紹介だけお願いしていいですか？はい、勉強とは無縁な結構存在だったんでしょ、もともと。いや、そうは言ってもみたいな。そうよね。高校はスポーツ校で、偏差値多分50ないくらいだったんですけど。マジ？はい。中学の時はもう勉強大嫌いで、本当に勉強したくなくて、学年でビリ取ったこともあるし、もう120人いたんですけど、110何位とかずっとそこら辺でした。本当に勉強とは無縁で、ね、サッカーばっかやってたの。サッカーよりかは遊び。遊び。そんな金井が早稲田小学校に受かったってことは、もう本当に才能とかではなくても努力だった。結果的にそうなのかな。じゃあその金井のスケジュールをぜひじゃあ教えてください。はい。まずじゃあこちら、やる気のない金井のスケジュール。はあ、けどちゃんと作ってるよ、すごい。まあね、科目が英語と国語で日本史だったんですけど、まあ、朝7時の起きて、まあ、移動、予備校まで移動して、でまあ小テスト受けて、まあ、授業があって休憩授業で30分復習して、バイトに行くみたいな。おお、バイトしてたんよ。遊びたかった。遊びたかった。なるほどね。なんかね、そう、浪人はしたとはいえ、浪人してんだったらむしろ余裕じゃねえとは思ってて、だから先に大学に入ってた人たちと遊びたいがために、まあバイトしてたみたいな。そっか。じゃあ浪人生の時の一日ということで。そうそうそう。隙間時間はなんとなく勉強は、まあ、やってはいたけど、まあ、バイトやってたから、あの移動時間は本当に寝てたし、授業を除けば本当小の復習だけって感じ。確かに。まあ、そんなじゃあ金井もこれ伸びなかったということなんですけど、伸びたスケジュールってどんな感じ？はい、それがこちら、はい、やる気が止めどなく溢れる、まるでナイアガラの滝、金井のスケジュール、はい、うお、めちゃめちゃ変わってる。変わった点の、早起きをしたっていうことが、まあ、ルーティン化ですね。ルーティンが固まったっていうのがまず1点、うん、まあ、だからその朝固定されたし、英単語やった時間も英文法やってる時間も、長文とか読んだりしたり、日本史とか国語とか勉強する時間も本当固定されてたみたいな。おー、なるほどね。え、普通ってなんかそのスケジュールって、明日のスケジュールは今日立てようとか、明後日のスケジュールはこうしようみたいな、いろいろ変えるみたいなイメージですけど、かなり逆にこれでもルーティン化してた。スケジュールってそもそもそうやって立てるもんなのと疑問に思ってるんですね。むしろ、すごい、いや、確信ですね、はい、なんか意図があるじゃないですか。俺がこうなってたのは、必要なものを盛り込んだ結果こうなってる感じで、これやらなきゃいけない、これやった方がいいなとか、なんか時間とか計算してスケジュールとか作るのは違うんじゃないのかなと。すごい、なるほど。だからそこの朝起きるとかもルーティン化してたから、今日も明日も明後日もずっとこれ。そうですね、継続した。なるほど。他に何か意識したことありますか？二つ目は、圧倒的に時間を確保したっていうのが、そうなんですけど、まず、伸びなかった方を見てもらえると、うん、本当に、実質した勉強した時間って本当に、1時間とか30分とか、そこら辺。ああ、確かに。授業はあれど、自分でね、そうそう、勉強したの。で、伸びたスケジュールっていうのが、何時間ですか？だいたい16時間ぐらい。16時間えぐい。何が起きた？きっかけは二つあったんですよ。はいはい、じゃあそれ聞きたい、めちゃめちゃ。はい。一つ目が、優越感。優越感。いや、これ本当に中毒性ある。当時、早起き始めたきっかけが、うん、ワールドカップだったんですよ。ワールドカップ、はい、ブラジルワールドカップ。あ、サッカーね。はい、まあ、いかんせん地球の裏側だから、早いわけですよ、やるのが。うんうんうん。早く起きていたんだけど、それがまあ勉強時間に変わったわけではなかったんですね。うん、サッカー見てたから。確かにね。日本対、ギリシャ、運命の一戦があったんですよ。うんうんうん、もうめちゃめちゃつまらんから。めちゃめちゃつまらんかった。つまらん。ほんまに2点だったら勉強した方がいいじゃんってなって、はい、前半で切り上げて、初めて6時半に家出てみたんですよ。すごっ。じゃあつまらんってなって、何もやることない。じゃあもう勉強しよう。あ、そうですね。初めてそうなって、はい、で、予備校に向かって7時半に予備校ついて、うんうん、で、そしたら職員1人覗いて俺だけついてんの。1時間ぐらい勉強してるじゃないですか。うん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 、もうみんなが寝ている時、俺は勉強しているっていう優越感。なるほど。確かに中毒性あるよね。そう。
で、それって1回で終わったんじゃないの？いや、まあそうなんだよね。単発的だった。なんか今日はやって、その次はやんないでやってみたいな、気が向いたらやろうみたいな感じだったんですけど、それを後押ししたのが、はい、予備校で強制的な合宿があって、はいはいはい、しかも参加費10万っていうえげつない参加費10万合宿だったんですけど、長文とかの演習の時に単語がわからないと解けないみたいな、あ、これこういう意味だなじゃなくて、瞬時に導き出せないと時間が間に合わないみたいな演習をされて、面白い。それがしかも慶応の過去問だったんですよ。僕の第一志望だった、これはまずいと思ったんですね。僕はそこでもなんか単語はもう覚えたつもりだったんですよ、でもリテラルとかリテラチャーとか、まあ、リテラチャーがなんか文学っていう意味だったら、なんかリテラルってまあ大体こういう意味だろうな、え、違ったみたいな。ああ、なるほど。なんか今まで分かったつもりしてたんですよね。はあ、分かったつもりでいた、はい、単語帳に載ってる単語何々おとか何々のとかまで、一言一句同じように覚えることが始まったんですよ、そっから。そうなん、一週とか二週はしたけど、三週目とか四週目にちゃんと覚えよう。それがきっかけで、なんかもっと時間を確保しなきゃいけないなっていう認識が深まって、うん、まあちょっと早起きが後押しされたみたいな。そうか。あとその合宿とかだったら、言ったら全国の人が来てるってことは、もう周りとなんか差をつけられた。そう、僕の塾頭悪い人ばっかで。頭悪いや。俺頭いいつもりじゃないのに割とできちゃう時もあったから、そこの焦りはなかったんですけど、模試で成績はなんか最初 A 判定やったのに、あ、そうなんだ。もう4月の時 D 判定とか確かいいよりも D みたいな。はいはいはい、やばいなって思って、もう本当にそれも後押しするきっかけとなった感じ。まあ7月とか8月にでも合宿があったと思う。そっからずっと下がっていいやんって取ったけど、そこからバッていったわけですね。なるほど。そんなきっかけ、まあそれがまさにそのこの勉強時間に変わったと、じゃあもうそんなね、課題が一番この重要だと思うことって何だと思う？スバルが言ってる通り、主体性主体性はマジ大事なんですよね。もう一回ちょっと伸びなかったスケジュールを出す、はい、もう授業と復習の時間ちょっとあれど、小テスト授業もでなんかまあ1日終わってる感じ、与えられたものしかやってなかった。ただ一方でまあ伸びたそのナイアガレの滝は、与えられた授業プラスもう自分で勉強する時間を圧倒的に確保。そうか、じゃあこのスケジュールっていうのは誰かに言われたとかじゃなくて自分で考えてこれだと。そうだね、英単語をこんな増やしたのも知らないと読めないっていう認識の結果だし、国語とか日本史 もう最大限これだけはやろうみたいな、自分で決めたことで、音読も毎日これ絶対夜にやってたんですよ。わあ、すごいな。音読は大事です。確かに、絶対どんなに疲れても音読はやって寝るみたいな。それがもうそのルーティーンになることで、課題としてはめちゃめちゃきつかったとかありました？まあ正直きつくはなかったんですよね。あ、きつくなかったね。まあ仲間の存在もあったし、なんか僕は早く朝行き始めて予備校に、それでなんかみんな真似し始めて、僕と同じぐらいそれより早く来るやつだって現れたぐらい。じゃあ課題がやってるから俺も行こうみたいな。そう課題が言うたらリーダーみたいな存在になって、まあそうなのかな。だから自分の追い込むみたいなのがうまいよね。そうですね。ああ、なるほど。だからもう言うたら自分でまず決めるっていうこと、そしてあとはまあ逆算ですよね。これは絶対やらなきゃいけないっていうことで、あとはもうやるだけ。僕やりたいものを全部盛り込んだ結果、このスケジュールになったってだけで立てるものではないかなと。そんな課題のねスケジュールについてし、はい、じゃあ最後にですね、これを見て真剣なね、まあ、受験生高校生のみんなに一言ですね、アドバイスお願いします。この間メイウェザーボクシングのそのサイトを見て、俺はお前らが休んでいる時も練習している、寝ている時も練習している、お前らが練習している時も当然俺は練習している。おお、名言。はい、しかもメイウェザーはどのファイターでもやる同じようなトレーニングしかやらないみたいな、結果を出す人の本質かなと思って、要は頑張ってる人こそ、まあ、結果を得るにふさわしいっていうか、結構勉強法に原因を求めがちじゃないですか、自分以外のところに原因求めてるなっていう気がしていて、自分がもっと頑張れるのに、勉強法がどうなのかなとか、それはちょっとお門違いなのかなと思ってて、本気で本当にギリギリまでこれ以上はもうできません、でも結果出ませんでしたってなったからこそ、初めてなんか本当に原因っていうのが分かるんですよ。なるほど、限界を突破してから初めて見えるものがある。僕のスケジュールで言えば、こんな英単語取ったんですけど、まあ、結構落ちました、実際。じゃあ英単語ちょっと多かったら、他にちょっと入れた方が良かったなっていう、はい、後悔とかもあるんで、本当に頑張ったからこそこれは違うなっていうのが分かるのかなと僕は思ってます。確かに。でもこれ課題の英単語帳とかありますけど、えぐいっすかね、この付箋の量、はい、これだけ頑張ったと。そうですね。なるほど。世界チャンピオンのメイウェザーを、まあ、受験においても同じってことですよね。だから才能とか、 なんか勉強方法とかみんな楽しようと思うんですけれども、そうじゃなくて絶対にみんなやっぱ限界突破してると、外になって初めて見えてくるものがあるからこそ、皆さんぜひですね、自分の限界をまずは突破してみると、そこを考えからもお伝えしたかったということでした、はい、いやすごいね、いろんな話を聞いてありがたいです。
今回ですね、コメントにぜひちょっと皆さんもね、書いてほしいんですけれども、皆さんのスケジュール、今回の分析をしてほしいと。無駄なところとか、逆に僕はこういうことを意識してますみたいなのを、ぜひコメントにね、書いてほしいなと思います。ちなみに、かなえからなんか、あるらしいんですけど。Twitter 始めたんで、DM 気まぐれで、ちょっと返します。おー、じゃあ、かなえに聞きたいこととかは、Twitter の DM の方で。そうですね。気まぐれに返して。はい。じゃあ、概要欄にね、Twitter も貼っときますので、ぜひフォローと DM してあげてください。ということでね、今回、まあ、いろんな話聞きましたけれども、まだまだかなえは伝えられることあると思うんですよ。はい。勉強法とかね、あとスケジュールもそうですけれども、いろんなね、早稲田の所属までの道のりなど、いろんなことをね、語ってくれると思いますので、ぜひ聞きたい方は、チャンネル登録もお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。これが今日のパスチャレだ。解けんかったら親に謝ること、今までそのつぎ込んでくれた授業料とかあるしね。回答は概要欄にあるよ。絶対にやってはいけない7月の数学勉強法、そしてどうやってやるべきかまで全て細かく解説します。参考書関連は意外と素直な人ほど、まあ、騙されやすいというか、皆さんに合った数学の勉強法っていうのを必ずやってほしいと。